こんにちは。こんにちは。今日はですね、突然お邪魔したんですが、トップリーグの、開幕直前企画というか盛り上げ企画として、お二人に来ていただいたんですが、ひとまず自己紹介をそれぞれお願いしたいんですが、神戸製鋼コベルコスティーラーズの、平原です、ポジションはフッカーやってます。よろしくお願いします。神戸製鋼コベルコスティーラーズのしげです。ポジションはセンターをやっております。ラグビー選手の凄さというところでウエイトトレーニングをちょっと見させていただきたいなというところなんですが、ウエイトの方は自信ありますか？平原選手。自信あります。しげ選手はいかがですか？はい、自信はあります。まずはちょっと、しげ選手、はい、ベンチプレスの方を教えていただければと思いますので、はい、最初でどれぐらい上がってた？初めてベンチプレス持ったのが高校の時なんですけども、その時はまあ40キロぐらいでヒーヒー言ってました。今は何キロ？今マックスは180まで上がるようになりました180ですか？どんな形でこうそんなに上がる？ポジション的にも身長が僕小さかったんで、その小さいっていうコンプレックスを補うためにウエイトを一生懸命頑張ろうっていうのがきっかけで、それをやってたらいつの間にか大きくなってましたね。じゃあちょっと実際に一旦見させていただきながら、はい、いろいろ聞かせながらワンポイントレッスンをしていただければと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあまずはアップ、はい、これちなみに何キロ？これは100キロですね。あ、じゃあお願いします。やっぱり全然軽々。そうですね、自分が一番気持ちよくできるぐらいの重りでいつもやってます。いつもベンチプレスってトレーニングとしたら、はい、どういったメニューに？最初アップをしていって、一旦重たいのを5回何セットか続けてやって、その後軽い重りで回数を多くやってます。5回のやつは何セットぐらいやられるんですか？まず基本3セットでやってます。今は高校大学の時だったら5セットずつとか時間があったんでやってました。ベンチプレス、はい、こう気をつけないといけないところ、まず僕が意識してるのは絶対に肩甲骨をこう後ろに寄せてます。でここにアーチを作るようなことを意識してやってます。でこの時に、まあ、お腹腹筋が抜けてこう腰が反りすぎると腰にも怪我する、腰の怪我にもなるんで、しっかりお腹、腹筋は常に締めてるようなイメージで、このままベンチプレスやるときに、まあ、よくあるのが重たいのやりすぎるとこう肩をこう巻いてあげるんですけども、それをせずにずっとこれをキープできる重さをやってます。このフォームが崩れてしまうとやっぱり怪我につながるんで、そこは意識してやってます。これで今何キロになりますか？これで140キロになります。140キロ。たったプレート2枚足したのに20、20なんで140ってことですか？はい、なるほど。145回はなかなかな。そうですね、最後ちょっと手こずりましたああいうところで、まあ、フォーム崩れないのは一番です。重さを上げていくっていうところでもフォーム崩れながら強引にやっていくと、はい、やっぱり後々怪我につながるんですかね？そうですね、肩を痛めたりすると、せっかくトレーニングで積み重ねてきたのも怪我してトレーニングできなくなると意味がなくなるんで。今トレーニングの時にどこに一番効くとかを教えていただきたいんですけど、この大胸筋の方でちょっと下の方ですね、これこの寝ながらやる部分にだいたいここを、なんですかね、こういう風に谷間を作るようなイメージで、すごい谷間ですねでこれイメージしてやってます。これがもし肩を巻いてしまうとこう谷間ができなくなる。
胸を張って、常にこう谷松をイメージしています。これラグビーの時にはどういったところにこう生きてきますか、ベンチプレスのポイント。個人的にはまあぶつかった時とかの頭弾き飛ばしたり、そういったところに繋がってくるかなと思います。ベンチプレスってやっぱり肉体美的に言うとそこも養う感じですよね。そうですね、あの正直言ってしまうと見た目8割、ラグビー2ぐらいのなるほど、それぐらいのベンチプレスは、はい、なるほど150でいきましょうか。150いいかなぐらいであります。150キロ、はい、2回でしたね。やばいっすね、150キロ。いやいや、あ、大学の時は一番勝ってました。社会人になってそんなにも重たいのを持つというよりは、今までこう鍛えてたのをどうラグビーに使うかって考え出して、あんまり重たいのを持つ機会が減りました。大学の時はとにかくマックスを増やしたいって感じ で、 そうです。もう今日ここ、例えば今日胸の筋肉をやるって決めたら1時間半ぐらいずっと胸の筋肉のメニューをやって、今日は懸垂とか背中をやるって決めたら1時間半それしかやらなかったりとか。なるほど。大学の時はそうでした。実際あの先輩から見てシゲ選手はウエイトどうなんですか。あの同じ大学をあの卒業してるんで、まあすごく僕もウエイトやってきたんで、話聞きながら分かるなと思います。やっぱりこう自分の数値が上がっていくところの喜びをちょっとしてしまったりするまあ、結構やっぱ楽しくなってきたりとか、まあ、すごくもうウェイトが結構生活の一部になってくる、んで、話聞きながら分かるなと思って言ってましたね。上半身の家でもできる、はい、ジムでもできるような一般人向けの補強トレーニングというか、はい、何か見せていただけたらなと思うんですが、はい、だからやっぱシンプルに一番いいのは腕立て伏せじゃないですかね。ベンチプレスを5回やった後、次のセット間で腕立て伏せ入れたり、この期間中、特に今年コロナで外出自粛の時も家でずっと腕立て伏せとかやってたんで、一番おすすめするのは腕立て伏せです。肩幅ぐらい でこの時もこう腰を反ってこうやるというよりは、しっかりお腹腹筋に力を入れて、このまま体を反らずにやることを意識してやる。普段やってない方とかはできないっていう人もいると思うんですけど、僕はその時は膝ついて、で多いのがお尻を引きながらこうやる人もいると思うんですけど、基本的に体重は全部腕にかけるんです。膝をついてしっかりお腹を固めて、まあ、こういう感じで膝つきの前をやってます。だから本当に膝をこのまま上げたら、もう本当に腕立て伏せになるような形でやってます。大事なのはこう継続してやり続けることなんで、1回でも2回でも10回でも20回でも自分がやりたい回数だけやって、もう終わろうと思ったら終わってください。上半身の二せ筋を補強できるようなトレーニングとかあったら。いろんな人が気にしてるんだったらお腹結構家でいい、腹筋も特に4月から6月にかけてはかなりやってますね。それは夏に向けて、ラグビー選手でもやっぱりそこはやっぱ気になりますね。そうです、社会人の会社員がスーツ着るってモラルみたいな感じ、夏のモラルは腹筋終わるってことで。腹筋とかって、まあ、いろんなあるじゃないですか、はい、実際どれがいいのかなっていうのをすごい思うんですけど、僕らとかだとやっぱり体幹って言われるところが一番、はい、キーになるんですけど、スポーツがそんなにしてないのでやっぱり表面的なところをキープして耐えるというよりは、よく動く動作をした方が表面的にはいいんじゃないかなと思います。これで上がるやつなんですけど、まあ上がらなくても肩甲骨ちょっと浮かすぐらいでぐらいでもいいと思います最初は。で慣れてきたらだんだん上がってくると思うので、腹筋の時はあの
腰を浮かないようにします。この腹筋で自分の腰地面に押し付けるようにします。まあまあ上がってくる、多分しんどくなるとこう腰浮かしてこう上がるしないと思うんですけど、それを絶対しないと反動を使わずにずっと上がるっていうのは意識してウエイトってどのトレーニングもやっぱりその部位の意識ってすごく大事なんですか。こう正しく筋肉つける方がただ闇雲に重り上げるよりもいいと思います。周りと競うのももちろん大事ですけど、その中でもどんだけやっぱ綺麗にできるかっていうのは意識してます。チェーン手、はい、どういったところを特に意識してトレーニングしていったらいいですか。やっぱり鍛える部位、使う筋肉っていうのを意識してフォーム正しく、まあ、セーフティーに怪我なくやることをいつも意識してやってます。継続してやるっていうのがすごく大事なんですね。はい、やめてしまうと積み重ねてきたものも台無しになってしまうんで、だいたい体が変わるのって3ヶ月ぐらいかなって自分は思ってるんで、嫌でも、まあ、回数少なくしてでもいいんで3ヶ月は継続してやっていったらいいかなと思います。じゃあ後半は私が下半身の方にやっていきます。よろしくお願いします。